YouTube 100とたっちゃうってすごいですね。こげないも、もっともっと皆さんの力で広めて、で、いい学生がまた新しく入ってきて、そして卒業して同窓会また大きくなる、夢みたいになりますね。それでは次に行かせていただきます。この後は、ご挨拶していただいて乾杯の方をの温度を、工学部長であります佐藤先生からお願いいたします。皆さんこんばんは。そして、総会お疲れ様です。議論白熱して、予定の時間オーバーされたというふうに伺っております。はい、でまずは日頃より同窓会役員の皆様、また会員の皆様、本学工学部のご支援賜りまして大変ありがとうございます。学生並びに教職員ともに、この場を借りて厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございます。さて、工学部、昨年のですね、総会の時に懇親会でですね、ご紹介した通り、また学長がご説明くださった通り、工学部、4月からですね、工学部工学科で2学期5コースという形でスタートいたしました。機械コース、電気電子コース、情報コース、化学材料コース、この4つがですね、総合工学系という枠の中にあります。で建築コースが、建築学系、1学部1学科2学系5コースと、そういう形でですねスタートいたしました。今のところ順調にですね、事業運営等々をですね進んでおります。でまた入試のですね志願者数が昨年度の入試でですね久しぶりに2000名超えまして、7年連続志願者数が増えております。これもですね、同窓会の役員の皆様のご支援、またいろいろな形でですね、工学部、工芸大工学部の名前がですね広く知られるようになった効果かなというふうに思っております。いろいろですね、これから、工学部の中身、さらにですね、ブラッシュアップしていくとともに、教育の方も充実させて、しかしながら伝統はしっかり守りつつですね、教育研究進めてまいります。工学部の中のキャンパスもですね、昨年度からだいぶですね、リニューアル進んでおりまして、15館の1階という、研究棟なんですけれども、そこの1階にラーニングコモンズ、きれいなラーニングコモンズ作りまして、今年の同窓会の開放誌の、ひまわりの表紙のところにですね、私どこで撮影しますかって聞かれた時に、まず第一に浮かんだのが、そのラーニングコモンズだったんですね。開放誌のトップページに載っておりますので、ぜひですねご覧いただいて、また厚木キャンパスにぜひですね足を運んでいただいて、新しくリニューアルしたキャンパスご覧いただければと思います。それ以外にも化学系の実験室であるとか、あと建築の製図室であるとか、必要なところはお金をかけて、リニューアル進めているところでございます。今年もですねさらに、来年度の教育に向けて、リニューアルを進めて、また、今後ですね、キャンパスの中の、いろいろですね改修、例えば学食であったり、あるいは学生のためのクラブハウスであったり、あるいは事務棟のですね事務部門の改修であったり、そんなことも厚木キャンパスで少しずつ進めてまいりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは喉も渇いていることだと思いますので、乾杯の方に。じゃあ皆様方が恐れ入りますが、待っていただけますでしょうか。皆様方、いただいて
響きいただき、先生の本部で乾杯したいと思います。あ、すみません。何ができましたでしょうか。バーチャル乾杯。はい、じゃあ先生お願いいたします。東京工芸大学工学部同窓会のさらなる発展、また東京工芸大学、またご出席の皆様のご健勝記念いたしまして乾杯したいと思います。ご唱和ください。乾杯。乾杯。ありがとうございます。先生ありがとうございます。それではこれから簡単に入りたいと思います。